皆さんこんにちは、古賀正樹です。この動画はですね、私が書きました、応文社、総合的研究問題文の読み取り方という本があるんですけれども、この本の解説動画になっています。今回はこの本の第3章、数式の読み取り方について、ポイントとなるようなことを解説していけたらなというふうに思います。第1章、第2章についてもそれぞれ動画を上げておりますので、よければですね、そちらの方の動画もね、ご覧になっていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、今回の第3章ですけれども、いよいよね、読み取り方ということで、まあ、問題文の読み取り方に至るために、まずは数式を読み取るということについて、この章では解説しています。結構ですね、読んでいただければわかると思うんですけれども、本の構成としては、例えば、統合の使い方、読み取り方、不等号の使い方、読み取り方とかね、あるいは極限記号の読み取り方なんてね、それぞれの記号について、まあ、結構個別にね、パラパラとした、それぞれの話題を、順繰りに解説しているというような形になっておりますので、この章に関しては、まあ、読みたいところから読んでいただいても、それなりにね、すんなりと読めるのではないかなというふうに思います。まあもちろんですね、それぞれね、解説することも、できるんですけれども、それぞれについて解説していると長くなってしまいますので、まあこの動画ではですね、この、章全体を通じて言いたいポイント2つありますので、まあその2つのポイントだけね、お伝えしていけたらなというふうに思います。ということで、まあ、この今からお伝えする二つのポイントを意識しながら、まあ、この章をね、改めて、この動画を見た後に、読んでいただけたらな、というふうに思っています。はい、ということで、そのね、二つのポイントについてね、解説していきたいと思います。まず一つ目なんですけれども、数式の記号っていうのは、まあ、数学ね、独自の記号、まあ、日本語だったら、例えばね、まあ、あいうえおとかいうひらがなとかを用いて表現されていたように、まあ、数学における言語にあたるものが、まあ、数式で、まあ、それを、まあ、記号、様々な記号がね、あるわけですけれども、そういった数式の記号というのは、必ず数学の中では、定義で定められた用い方しかされませんということです。したがって、その定義に沿って理解するというのが、もう超基本的なことになります。数学において定義、ね、第一章の方でも解説しましたけれども、それはものすごく重要な約束事です。それぞれの言葉や記号に対して、それ以外の読み取り方はない。それぞれの用語や記号に対して、ただ一つの意味を与えるというのが定義ですから、基本的に登場したそれらの定義された用語や記号というのは、その読み取り方でしか理解しないということで、その言った読み取り方や表現を常に心がけなくちゃいけません。例えば、本の中にある例 3.3 でございますけれども、こんな風な使い方はしないよというふうに言っています。ベクトル AB イコール2ということですね。これはどういう数式かというと、まずベクトル AB というのがありますよ。ね、これもね、ちゃんと教科書なんかではベクトルっていうのは、定義してますよね。まあ、A から B へのベクトルっていうのは、こういうものだよという、まあ、定義がありますよ。で、右辺は2ですね。まあ、これは数です。で、それらが、等しいですよということを言った、記号になっていますけれども、これはナンセンスな等式です。ということで、まあ、×というふうに大きく書いておきたいなというふうに思います。そうなんですね。数式というのは、デタラメに数学の記号を並べたらそれで数式になるんではなくって、ちゃんとしたそれぞれの用い方で適切に表現されたものだけが数式となり得るんですね。そもそも我々が用いている日本語も、まあ、例えばデタラメにね、言葉をつないでもね、意味をなさないじゃないですか。まあ、例えばね、いきなりこう、助詞の O をね、先頭に持ってきて、お、リンゴ。ね。しかし。とか、まあなんかね、こういう適当に、いくつかのこう単語をね、並べても、ね、文法もへったくれもないですよね、これは。そのようなものは日本語として通じない。で、それと一緒で、数式も、ちゃんとした文法みたいなものに則って記述されなくちゃいけないんですね。で、今回の、文法というのは、まあ大体このイコールの使い方というものになってくるんですけど、イコールというのは基本的に同じ種類のものを、置かなくてはいけない。今回で言うと、ベクトル AB というのは、まあ、ベクトルです。それに対して右辺の2というのは数です。ベクトルと数がイコール、等しいというのは、それ数学的にナンセンスなんですね。ナンセンスっていうのは考える意味がない。そもそも、主張になっていない。
統合というのは同じものを、左右に同じもの、同じ種類のものを置かなくちゃいけないので、これはそもそも命題や条件にすらなっていない、数学的に考える意味のない、ただの記号列です。それに対して、例えば、その下、ベクトル AB の絶対値は2ですよっていうと、これはちゃんと数学的に意味の持つ主張になります。まあ、つまり、まあ、条件だったり、まあ、命題だったりというものに見なせるということですね。どういうことかというと、ベクトル AB というのは、まあ、ベクトルなんだけれども、そこに絶対値をつけたことによって、ベクトルの絶対値っていうのは、そのベクトルの長さっていう具体的な数ですよね。例えばね、何でもいいですけど、X 軸方向に1、Y 軸方向に2進むような、ベクトルの絶対値はルート5ですよみたいな感じで、ベクトルの絶対値は具体的な実数ですので、それが2に等しいよというこの等式は意味を持つんですね。つまり左辺はちゃんと実数になっているので、それと2を結んだ等式っていうのはこれは意味を持ちますから、このようなものは数式ですと、命題や条件になり得るよということなんですね。その下どうでしょうか。ベクトル AB とベクトル CD にちょんとつけました。これは内積でしたね。こうちょんでつなぐとね、実数が返されるんですね。内積は実数です。ということで、やっぱりこれも実数が2だよということで、これはちゃんと意味のある記号になりますよ。なんだけれども、最後ですね、これベクトルとベクトルを足してます。ベクトルにおける足し算という演算は、ベクトルとベクトルに対して、やっぱりベクトルっていうものを返すような演算ですから、この AB たす CD っていうのは、ベクトルなわけですね、結果が。で、そのベクトルが2ですよ、というのは、一番上と同様に、やっぱり異なるものを結んだイコールになってしまっているので、これは数学的に意味を持たない記号列になっている。というような形。統合というのは、それぞれの対象、ベクトルの統合だったり、あるいは数の統合だったり、ね、集合の統合だったり、それぞれの対象に対して、それぞれ定められたイコールがあるっていうことですよね。それね、テキストの方でもちゃんとね、定義 3.2 で解説している重要なことですので、押さえておいてほしいわけですけれども、まあ今統合の例で話しましたが、他の記号も同様です。すべて定められた範囲で、定められた用い方、読み取り方がありますので、そちらをきちんと把握していくというのが、数式の記号の大前提になります。皆さんはすでに教科書なんかを使って、まあ、コサインとかサインとかね、いろいろな他の記号だったりっていうものを習ってきたと思いますけれども、改めて、今後数学をね、習っていく際、あるいは実際にそういったものを使っていく際には、このことに意識して、まあ、今後もね、数学の勉強に向き合っていただけたらなというふうに思います。はい。ということで、それがポイントの一つ目でした。数式の記号は定義で定められた用い方しかされない。したがってその読み取り方で読み取らなくてはいけないということですね。なんですけれども、実際のところ、まあいろいろ書いたりするのがめんどくさかったりとかね、まあいろいろ理由はあると思うんですけれども、数式においてもある程度の略記っていうものがなされます。まあこれが第3章の2つ目のテーマになっています。で、まあそういった略記なんですけれども、まあもちろん便利なので僕もしてしまいますけれども、一応、ある程度ね、たくさんの人がその共通認識を持てるような略記の使い方しかしないので、自分なりのね、略記を生み出して、それを答案で書いたりとか、ね、してはいけないんですよ。まあ、それが非常に難しいところで、まあ、数学を勉強していく中でね、ああ、こういう書き方も一応 OK なのか、っていうことをね、まあ、知っていかなくちゃいけないかな、というふうには思うわけですね。なんですけれども、まあ、そういった風な略記を用いる際にはですね、略記であることを意識しないといけないですね。有名な言葉に、まあ、無知の知っていうのがありますね。知らざるを知るという。略記も同じで、略記であることを知っていながら、使うべきものなんですね。一番恐ろしいのは、その略記だということを知らずに、適当になーなーのまま、それを使ってしまうということなんです。それだけは絶対に避けたいことなので、この本の中でもね、かなり詳しく解説しているわけですけれども、略記というからには、必ずね、数学的に正当な、書き方に書き改めることができるようなものですから、このような略記に対しては、略記であることを強く認識した上で、数学的に厳密である論理演算や量化式、まあ、第2章で解説したようなことですね。それを明確にして表現するような表現の仕方があるので、それで、
自分の頭の中で表現し、読み取るということが大事なので、それをぜひとも心がけてほしいというのが二つ目のポイントです。例えば、テキストの要領 3.10、括弧5番を見てください。ここではね、カンマの用い方というのを、解説しています。このカンマというのが、数学における略記の、代表例ですね。もう本当にいろんな使い方がされていて、混沌としてるよっていうことをね、解説したわけですけれども。例えば、X は正で、Y が 2X プラス1以下。このような不等式で表される領域について、うんやらかんやらっていうことですけれども、これはつまり、X は0より大きい範囲、そして Y は 2X プラス1以下の範囲ですね。図を書きましょうか。X が0より大きいので、これよりも右側で、2x プラス1よりかは下ということで、まぁ、ちょっと適当な図になりますけど、まぁ、ここの領域ですね。ここの領域で、まぁ、x 軸は含まないわけですけれども、まぁ、こんな領域を考えているということで、このカンマ、というのは、まぁ、本来は数学的には、論理演算で言うと、かつですね、and で、理解されるべきものなんですね。なので、まあ、僕なんかはあんまりこういう書き方良くないと思うので、X が正、かつ Y が 2X プラス1以下って感じで、かつってちゃんとね、言葉で書いて、表現するように答案なんかでね、心がけていますけれども、こんな風にカンマというのは、かつの意味で用いられるようなものもあれば、まあ、またはの意味で用いられるようなものもある。そんな風な、記号ですね。元々はこれはね、数学由来の記号ではなくって、当然ですけど、普段のね、英語とかそういったところで用いられるものを、まあその意味と似たような感じでなんとなくね、数学においても使っているということなので、まあ厳密な、まあなんか数式のね、数学の記号と呼べるかというとそうではない。そのようなものも、きちんとね、論理演算や量化式を明確にして、読み取ってほしいということですね。まあつまりね、X は正っていうのと Y が 2X プラス1以下。まあ、これは両方ともそれぞれ単独ではね、数学的に意味を持つ、まあ、つまり、まあ、条件だとみなすことができる不等式なわけですけれども、それらが、カンマという曖昧なもので結ばれてるんですね。意味が曖昧。曖昧というのは、まあ、厳密な数学的には定義されていないということになると思うんですけど、数学ではそういったことは許せないんですよ。だから、そのカンマが本来意味するべきものをきちんと数学的には読み取らなくちゃいけない。まあ、今回で言えば、かつで、なわけですね。まあ、もっとも言えばですね、またはと読んでも全くおかしくはないんですよ、本来。X は正、または Y が 2X プラス1以下の領域ということで、どこですかね。今度は、ここになるんですか？このことを、この領域表されててもおかしくないですよね。なんだけれども我々は勝つと、こういう時はこう読み取りましょうねっていう暗黙のルールが、まあ、なんか高校数学の中であったりするんですけれども、それって数学的には本来は気持ち悪いことなんですよね。人によってはこういう読み取り方がある。人によってはこういう読み取り方がある。数学っていうのは本来そういうものはあってはならない。学問ですので、これは略記だと。ね、これは、まあ本来は活で読み取るべきなものなんだって、まあそういう風な慣習があるから、ここでもそう読み取っておこう。まあそう言って、読み進めていくことは、まあ数学やっていく上ではある程度求められるということですね。もう一個例挙げておきました。3.3.2 ということで、まあこの括弧の使い方ですね。fx イコール x 乗プラス 3x プラス2というふうにしておきます。テキストには載ってない例ですけれども、皆さんの答を読んでるとよくこういう書き方がなされる。fx 大なりイコール2、カッコ x 大なりイコール0ということで、まあこのカッコの用法として、まあ関数のね、定義域を示す、示し方として用いられることがあるよというようなことを解説したと思います。まあ、これを噛み砕くならばこういうふうに言いたいんでしょうね。x が0以上の時、fx は2以上ですよ。うん。ということで、まあ、読み取れなくはないわけですね。まあ、ある程度、皆さんの答案の中でも見られるような、まあ、まあ、ギリギリ OK かな、ぐらいのね。まあ、でも、個人的ではあんまり、したくはない書き方、ではあります。はい。になっていますね。これも fx が2以上という主張と、x が0以上という主張が、っていう、数学的には本来は、厳密な定義や用い方がされていない、もので繋がっている主張なので、数学的には本来はあまりよろしくない書き方なわけですよね。
ということで、あ、これも略記なんだなっていうのをまず認識してほしいんです。じゃあ、曖昧な部分を、明確にして書くんだったらどうなるかっていうことですけど、まあ、例えばこういうふうな書き方がされる。X が0以上の範囲では FX は2以上ですよ。うん。まあ、答案で、これだったら、ま、僕は全然ね、はい、OK だと思います。なんだけれども、まあ、これもね、ノートキーというのは、数学的には、な表現では、ま、なくって、第一章のところでも解説しましたけど、これは厳密に言えば、日本語の日常語ですよね。ということで、まあ、その日常語も、まあ、これぐらいだったら、まあ、ちゃんとね、意味は伝わるんですけども、日常語も多用しすぎると、ひょっとしたら意味がね、異なって伝わってしまうことがある。まあ数学っていうのは本来日常を用いない学問なので、これもまだ数学的に意味を厳密にしようと思えばできるんですね。ということで、さらに意味を厳密に、分かるようにすると、すべての x に対してということで表現することができます。すべての0以上の実数 x に対して fx は2以上であるよ。というような形で、これは量化子を用いて、明確にしている主張なわけですね。fx 大なりイコール2っていう、これはまあ x に関する条件ですけど、それをすべての x に対してという量化子を用いて、命題になっているというような形になっています。はい。このように書けば、もうこれは数学的には意味は、まあ、明確です。きちんと条件を量化しているっていう、文のね、構造がわかりますよね。っていうような形で、まあ、さらにだから、2番目の主張を厳密に書くならば、まあ、こういうふうな形になります。あるいはこういう書き方もできます。x が0以上ならば、fx は2以上であるという。もうこれもね、立派な、数学的には正当な書き方ですね。この日本矢印のならばの中は、すべての x に対してっていう量化子が隠れているっていうのを第2章で解説したと思いますけど。まあ、だからほとんどまあ上の書き方と変わらないんですけれども、まあこういう書き方もあるよという形で、紹介しています。これも、不等式2つの主張をならばっていう数学的に厳密にね、定義されたこの日本矢印で結んでいるので、ちゃんと数学的に、ただ一つの意味で読み取れますよね。うん、というような形で、数学のこの主張というのは、第2章でやってきたようにですね、こんな風に全ての主張、どんな主張もですね、こういう風な最終的には量化だったり、こういう風な論理演算、ね。で、明確にして表されるべきものなんですね。なので、まあ、そこを我々は普段数学していく中で、まあ、日常語でごまかしたりね、こういうふうなカンマとかのカッコとかでごまかしたりしているわけですけれども、そのようなものをきちんとね、普段から論理演算や量化子を明確にして読み取るということを心がけてほしいと思います。このね、本の第3章では、まあ、そのようなことも強く意識しながら、細かくね、解説していますので、改めてその視点で読んでいただけたらなというふうに思います。はい。ということで、この第3章でお伝えしたい2つのポイント、数式の記号は定義で定められた用い方しかされない。だけど、ある程度の略記が見られるので、そのようなものは、量理演算や量化子を明確にして表現する読み取ることを心がけましょう。この2つのポイント、ぜひとも今後も、意識して数学をやっていっていただけたらなというふうに思います。はい。ということで、今回、総合的研究問題文の読み取り方、第3章の解説をしました。次回は第4章の解説をしていきたいと思いますので、引き続き、ぜひ動画を見ていただけたらなというふうに思います。この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。